2018年4月4日5時防衛戦に向け練習する WBC フライ級王者の比嘉大吾イコール具志堅スポーツジム拡大プロボクシング WBC 世界フラ2級王者の比嘉大吾22イコール白井具志堅スポーツイコールが3日東京都内の所属ジムで3度目の防衛戦15日横浜アリーナに向けた練習を公開。試合まで約12キロの減量に励む比嘉が、前回よりもきつくない、と自信を見せた。摂取カロリーを管理するため、乃木武司トレーナー、57、が3月上旬から毎日、手作り弁当を届けているからだ。朝は主に低糖質のパスタ、夜は牛肉、野菜が中心で、2食分で計1200キロカロリー。比嘉は、大好きな肉も食べられるし、いろんなメニューがある。とにかく美味しい、と感謝した。今、あなたにおすすめ。